7月7日土曜日、七夕でございますが、しかし今日の外は雨ということで、いや、年に1回しか会えない織姫と彦星、今日は日本、東京の上空ではね、残念ながら会うことができませんでしたし、天の川をね、楽しみにしていただいたら皆さんもいらっしゃったかと思いますが、残念ながら今日はね、眺めることができませんでした。 また来年のね、お楽しみにとっておいてもらえればなというふうに思いますけれども、いやそれにしてもね、来るとき、まあ僕はあの八王子というとこから,から来てるんですけど、八王子は土砂降りでしたね、本当にね。もうね、こんなに降るかというぐらい土砂降りで。で、まあ電車によって揺られてね、こう、都内の方に来て、今押し上げに着いたわけなんですが、押し上げに来たらもうね、若干雨は弱くなってて。 これやっぱ、なんか西と東でぶん違うんですかね。まだ今も八王子はどうなんだろう土砂降りなのかなっていうう思いますけど。まあ、でもね、雨は嫌でございますわね。本当にね。えー、もう本当に癖毛の我々人、えー、人間にとってはもう大敵の雨でございますので、ぜひですね、早く梅雨明けをしてほしいなというう思いますが、まだ梅雨明けてないんですかね。いつ明けるんですかね今年はね。まだわかんない。 もう本当に一日も早く梅雨明けしましたという報道を、ね、聞きたいなといううに思いますけどもいよいよあの、ねえー、東京も西東京大会、東東京大会高校野球の大会が、ね、いよいよ開幕ということでございまして、まあ、僕も、ね、高校球児だったのでね、えー、本当にこの時期になると、えー、胸が高鳴ってワクワクしてくるんですけれども、えーまあ、うちのね母校もいよいよ来週ね えー、初戦を戦うということで、ちょっとね、見に行きたいななんてに思ってるんですけどね、えー、どうでしょうか、本当にあのー、勝ってくれると嬉しいけど、まあでもね、なんかこの、夏を共に仲間たちと過ごすっていうのがね、えー、引退して、もう僕もう10年ぐらい、十何年経ちますけどね、いまだにね、やっぱり会うと、あの時のやつらとはいつ会っても同じような話をずっとね、するんですけど、いつ話してもね、えー、なんか、なんだろう、 気の置けない中というかね、本当に心と心で繋がっている大切な絆をね、高校3年間で築くことができたんでね、発球を追いかける球児たちも、この夏、青春を一生懸命ぶつけ合ってね、戦ってほしいなという,うに思います。それでは今日も45分、スタート聞いてください。